ワクワマンです。聞こえてるかな、今日はですね、大虫に触ってるミニ四駆大会があります。今はなんとじゃじゃん、ポーランドラゴンを練習しております。今日はミニ四駆大会に乱入して、なんか優勝かさらうとか言ってたので、ほう、6体をポーランドラゴン天竜水流の練習走行がスタートしましたよ。さあマシンの調子はどうでしょうか。あれ止まってるんじゃねえの。あらあら、今日は優勝って言ってたけど、どうなることやら楽しみですね。選手です、おめでとうございます。はい、ちょっとマシンの方じっくり見させてください。はい、ポイントはどこですか。いや、今日に関してはちょっといろいろ幸運が続いて、優勝できたんですけど、特にこだわりは今のところは、これマシンなんですか。MS です。 MS、はい、ちょっとこの辺のポイントとか教えてもらえますか。ローラーとかは何ミリ使ってる。ローラーは13ミリの2段で、下にテーパーつけてます、はい、あのドラゴン対策でつけたんですけど、あんまり意味はなかった、はいはい、あと後ろは13ミリですね。こっちの方がまっすぐ飛ぶみたいな、はい、あと、タイヤは 22.8 のタイヤつけて、これ前後とも前後とも、あでもちょっとコンパウンド変えてるんですね。前がスーパーハードで後ろがローフリクション。おお、これはグリップの感じはどういう差があるんですか。ですね、ジャンプの時に、はい、後ろが浮くんですよ。それなんで、なんていうんだろう、飛びの姿勢が少し浮きやすい。なるほど。ただコーナーが遅くなってる、はい、っていうのが、はい、浮かしてます。ちなみにモーターは何ですか。モーターは今マッハダッシュ。マッハダッシュです。はい。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。金山選手でした。まあ、はい。良くなって、良くして、皆さん完成でした。やっぱり素晴らしいですね。まあ、どうもありがとうございました。聞いてくださいました。拍手。まあ、ロボットを知ってるんですね。はい、この頃から戻って出ました。ありがとうございます。はい、それではソーランドラゴンのお二人にもう一度盛大な拍手を。ありがとうございました。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、ミニ四駆。いやー楽しかったですね。でもちょっと最後にコンサートしちゃって、なんかさっきこうチェックしたここ緩んでたみたいで、あらら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 、やっぱちょっと一回一回ね、ちゃんとね見ないとダメなのね。ちょっと緩んじゃってますもんね。僕もね、ちょっと何回もコンサートしてしまって、もうちょっとこう
頑張る必要があるなと、リベンジしたいと思います。頑張ってるよ。いやでも本当に皆さん生がガチというか、もう1回ごとにどん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 こう改良してってね、構成してね、生らが優勝者の人とか、生らが俺にひょっとしたら優勝できんじゃねえかなとか、なんてことを言っておりました。全然ダメだったんすね。え、出直しおいで君たち。そうですね、うん、ちょっと本当にそうだね、作戦考え直して出直していきます。分かったよ。じゃあ懐かしかったっすね。そうだね、レッツアンドコー世代のね、レッツアンドコー世代でこのカラーリングだね。そうですよ。じゃあ遠流水流、今日はお疲れちゃん、ありがとうございました。じゃあまたね、下っけチャンネル登録よろしく。よろしく。